ローマどころかここには何の危険も。ではあれは確かに妖魔が存在していた証だが、まだこの辺りにいるかはわからない。僕ももう少し調べたいと思っていたんだ。ああ、その通りだな。落ち込んでいる場合じゃない。二手に分かれた方が効率がいいだろう。僕には純陽の体がある。だから近づけば妖魔に気づかれて、どこか遠くに隠れられてしまう。逆に単独行動のお前は、逃げようとする妖魔を見つけやすくなるだろう。それでも構わない。妖魔をほふるのが一番大事なことだ。僕の気持ちは気にしないでくれ。僕はこっち、お前はあっちを頼む。さあ行くぞ。お兄ちゃん、線を手伝ってくれない？あの水色の髪の胞子がね、怖いの。だからあの胞子を連れてどこか遠いところへ行ってほしいの。全然近づけないの。あの力怖いよ。このままだと線消えちゃう。線はまだ消えたくないの。だからお願い。じゃあお願いがあるんだけど、さっきあの胞子が誰かと揉めてるところを遠くから見たんだ。線なら面倒なやつを追い払えるよ。その代わり線を見逃してくれない？本当だよ、線は嘘つかないもん。ダメかな。うん、お願いを聞いてくれてありがとう。あの水色の髪の胞子、いい人だといいな。線が彼を手伝う、あなたも彼を手伝う、そしてあなたが線を手伝って。お前さ、さっきから妖魔だのなんだのってお客さんから苦情が入ってるんだが。そうですよ、そもそも奉仕が肝試し大会に参加して鬼はいないって言い回るなんて、どんな嫌がらせです？正直納得がいかない。この会場に鬼がいるのなら、参加者の安全をないがしろにして金を稼ぐのは道徳に反している。逆に鬼がいないとなると、このような雰囲気を作っただけの大会を開催するのは詐欺じゃないか？僕の質問にまともに答えようともせず、それで嫌がらせだと？だから肝試し大会っていうのはもともとそういうものなんだって。そんなしつこく聞かれても俺たちだって答えようがない。これ以上お客さんに迷惑をかけるならここから出てってもらうからな。納得できる説明が聞けたなら言われなくともここを去るさ。だが今この状況でここを去ってしまえば、妖魔を見逃したのと同じこと。助けてー！あ、お化けだー！助けてくれー！おい、何があった？皆さん、どうされたんですか？まさか、本当に鬼が。そんなバカなことあるか。だがこのままだと怪我人が出てもおかしくない。みんな落ち着いてくれ。係の指示に従って行動すれば大丈夫だ。なるほど、妖魔ではなく幽霊がさまよっていたのか。その子が僕の危機を知り、わざと皆を驚かして助けてくれたと。お前の話を聞く限りだと確かに害のある存在ではないようだ。わかった、その子は人を傷つけないのだろう。今回は見逃そう。だがいつの日か一線を越えるようなことがあれば、奉仕の責務に関わらず僕が責任を持って。いいや、これは僕の判断だ。全て僕が背負う。では行こう。
ここの主催者は僕たちがあまり好きではないようだしな。え？どうした？僕は自分の善悪に対する判断を信じている。善か悪かの判断は慎重に行わなければ一生悔やむことになるからな。待ってくれ、まさか僕のことを妖魔退治に固執する頭の固いやつだとずっと思っていたのか？そうか、僕はそんな風に見えていたのか。ああ、そうなのか、よかった。よし、じゃあそろそろ帰るとしよう。ああ。